まことに小さな国が開花期を迎えようとしている。小さなといえば明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しかなく、人材といえば300年の間読書階級であった旧士族しかなかった。明治維新によって日本人は初めて近代的な国家というものを持った。誰もが国民になった。不慣れながら国民になった日本人たちは、日本史上の最初の体験者としてその新鮮さに高揚した。この痛々しいばかりの高揚がわからなければ、この段階の歴史はわからない。社会のどういう階層のどういう家の子でも、ある一定の資格を取るために必要な記憶力と根気さえあれば、博士にも管理にも軍人にも教師にもなり得た。この時代の明るさはこういう楽天主義から来ている。今から思えば実に滑稽なことに、米と絹のほかに主要産業のないこの国家の連中がヨーロッパ先進国と同じ海軍を持とうとした。陸軍も同様である。財政の成り立つはずがないが、ともかくも近代国家を作り上げようというのは、もともと維新成立の大目的であったし、維新後の新国民たちの少年のような希望であった。この物語は、その小さな国がヨーロッパにおける最も古い大国の一つロシアと対決し、どのように振る舞ったかという物語である。主人公は、あるいはこの時代の小さな日本ということになるかもしれないが、ともかくも我々は三人の人物の後を追わねばならない。四国は伊予松山に三人の男がいた。この古い城下町に生まれた秋山実之は、日露戦争が起こるにあたって勝利は不可能に近いと言われたバルチック艦隊を滅ぼすに至る作戦を立て、それを実施した。その兄の秋山義振は、日本の騎兵を育成し史上最強の騎兵と言われるコサック師団を破るという奇跡を遂げた。もう一人は、俳句短歌といった日本の古い短詩形に新風を入れて、その中高の祖となった俳人正岡子規である。彼らは明治という時代人の体質で、前をのみ見つめながら歩く。登っていく坂の上の青い点に、もし一打の白い雲が輝いているとすれば、それのみを見つめて坂を登ってゆくであろう。